はい、皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋雅子です。本日のテーマは「あなたのビジネスのナビはちゃんと更新できてますか」成功の早道の考え方というタイトルでお話をしていきたいと思います。えー、実はですね、先日えー、っとそうですね、2ヶ月ぐらい前かあのー、車をですね買い替えたんですよ。 で、これは、あの、車検を、もともと中古で買っていた車を、車検で通して、通してって言って、だんだんメンテナンス維持費用がかかってきて、もう一回通すかどうかっていうところでね、もうかなりあちこちが傷んできてたんで、まあ、じゃあこの機会にっていうことで、ちょうど私が、あの、車で移動することが多くなったんですよ。で、理由が二つあって、一つは、 えとサックスを運びながら、えー、あちこちに移動することが増えたからっていう理由がその1ですね。で、えー、ともう1個は、えー、と時間のの短縮をしたくてってっいうのが理由ですな,なんで車乗って時間が短縮できるのっていうと私都内とか、まあ、そういうところに行くときには基本電車なんですよ。 だけれども自宅から最寄りの駅までがあのどの駅に行くにしてもバスで10分とか20分とかかかるんですよで。バスに乗ってる時間レベルは大したことないんですけどあの待つ時間ですね何分とかあるじゃないですかでこれ行きと帰りのロス考えると下手すると3 0分から1時間違っちゃうなと思ってでよくあの最近やってるのが。 駅前にそのまま車を置いて都内に行って戻ってくるとかそういうのもねやってるんですよ。そうするとここここにににに行行行っっっっって、次にここに行って、あっちに行ってって次あちいう時に1箇所サックスを運ぶような用事が入っちゃうとずーっと持ち歩きながら移動しなくちゃいけなくなっちゃうであので。今まで予定の組み方が、 多分3つ組めるところが2個しかとか1個しか組めなかったんですよね。でそれを駅前に置いておくコインロッカー代わりですで。そこにかつ車に乗っけっぱなしにしておいて移動するっていう感じなんで、まあ、人から見るとなんか不思議な使い方してるよねっていう感じなんですけれども、そういう事情があって、あの車をね、あの使うことにしたんですよ。 でさらに、あちこちに行くことになっていろんな駐車場に入れることになって前の車が大きかったんですよあの、旦那の趣味で買ってる車だったんで運転はできないことはないんですけど駐車場を入れるのが最近狭い駐車場が多くて本当に入れるの大変で,でちょっと買い替えたいなと思って買い替えたっていうのが、まあ、あの最近の、ね、車事情なんですよ。で車の話をしたたかったわけじゃなくて でその中のナビです、えー。ナビゲーションも当たり前ですけれども、10年以上前に買った車についていたあまり更新されないナビ、なかなかあの新しい道路とかできると海の上を走ってるみたいな雰囲気になるようなナビだったんです。で今のはあのまあトヨタの車なんですけど、センターとねあのちゃんと連携しててナビゲーションの更新とかされるので、ま、恐ろしく。 あの便利になったんですよでこれを思って今日のテーマを話をしたいということでナビゲーションに着目をしてねお話をしようかなと思ったんです。えー、もう一回タイトル言いますよ。あなたのビジネスのナビはちゃんと更新できてますか成功の早道の考え方。ということでお,、ね、お話をしていきたいと思います。 では、えー、と本題に、ね、入りたいと思うんですけれどもあのビジネスのナビって何なんだっていう話なんですよ。ビビジネスのナビゲーションって何だと思います車だとあなたが行きたいところに行くようにナビ設定しますよね、例えば、まあ、私がじゃあどっか横浜駅に行きたい、自宅からね。そうすると横浜駅までのルート出してくれるじゃないですか。 何分とかね。あと、ルート1、ルート。まあ、大概ルート1が一番いいんですけど、渋滞情報とかもリアルタイムで見てて、回避ルートでね、探してくれてっていうので、ルート1、ルート2。で、まあ、どれにかかって決めるわけじゃないですか。つまり、ナビに入れれば、行ったことがない、知らない地域でも、セットすると、ルートを示してくれるのが、ナビゲーションシステムですよね。これわかりますよね。 はい。車運転したことない方はごめんなさい。あの、そういうものなんです。で、ここでポイントは、ちゃんと更新できてますかっていうのは、今回私が感じたんですよ。要はですね、海の上を走ろうと思わないわけじゃないですか。だけど、まあ、そこに道があるから走ったら、一置的には海の上だったっていうのが古いナビゲーションなんですよね。新しいナビゲーションだと、 当然そこには道はできているし、あとそれが、迂回ルートであったとしても、目的地に早く着くんなら、その迂回ルートの方がいい場合もあるんですよ。まあ、はまっちゃう時とかありますけどね。で、そのルートを差し示してくれることによって、時間短縮ができたりとか、まあ、うん、まあ、高速使う使わないとかがあるんでしょうけど、場合によっては料金短縮ができたりとか、あなたが最優先で何を優先するか、 私がととかですよっていいうことにおいて私は料金よりも時間がが短くって運転が簡単な道がいい <laughs> この間までね今一生懸命ナビに慣れてる最中だから設定して早いんですよだけど何回も曲がるのあの道左右右左とか言っててそれをずっとナビ見ながら言われた通りに動けば確かに知らない道も行けるんですけど。 結構ドッキリするような場所とかもあったりして、細いとかいう意味じゃなくて、車線が何本もあるとこの右に寄っとかなきゃいけないとか、左に寄っとかなきゃいけないが、何回か入るとドキドキします。やっぱり初めての道とかだとね。だから、まあたまにそういうこともありますけど、大概は効率的な道を教えてくれます。はい。じゃあここで皆さんのビジネスに置き換えたらどういうことになるかっていう話なんです。 まず、独学でやる。ね。これ悪いとは言いません。悪いとは言わないんですけれども、今の時代、独学でやって情報量と最新のアップデートの内容に追いつかせて、自分のビジネスを自分の頭で考えて、組み立てが可能なほど時代が甘くないと思っています。独学でやって、 うまくいくっていう確率はかなり減ってるのが現代の状況なんですよ。だから結構あのいるんですけどね、独学でやられてる方とかっていらっしゃるんですけれどもかなり難しくなってるっていうのがあの現状なんですよ。まずここをね、現状認識っていうことで把握をしてほしいんです。なので独学が悪いとは言わないんですけど時代のスピードが速すぎて 多分、ビジネスをうまくいかせるためのアップデートが全然間に合わないと個人的に思ってます。特に最近 AI がすごいじゃないですか。AI とかいうレベルのちょい前は、それこそズームとか動画とか、そのあたりが扱えるか扱えないかっていうのが非常に多かったですよね。だけどそれをやってないだけでかなり時代に取り残されたはずなんです。で、今度その AI の波が来ているということは、さらに いろんんなな情報のアップデートがすすごく早くなってるんですよ。もう自分の通常の知識では追いつきにくい世の中になったなというふうに感じていますそれが教室業であっても特に個人事業女性の個人事業の領域でねじゃあそうすると時間って結構大事じゃないですかうまくいく時間が短ければ短いほど回収できるお金の金額も上がる可能性が高いんですよね とすると、やはりこの時代、きちんとビジネスを運営したいと思ったら、や勉強というか、えー、っと、コンパス、ナビゲーションですね。それを手に入れる方が早いと思ってます。個人的に。で、例えばそれが企業塾でもいいです。コンサルタントでもいいです。導かれる場所、可能だったら企業塾より、 個別にちゃんと話を聞いてもらえるコンサルタントの方がいいです。なぜならば、企業塾も個別セッションが入ってない分においては、集団の中の自分ってどうなんですかっていうのを自分で考えて自分で動かないといけないので、結局自分で考えるしかないんですよ。知識はもらえますけどね。今はですね、あの、優秀な最新のナビゲーションを手に入れる方が、よほどコストパフォーマンスがいいなと、 感じている今日この頃なんですよで私はもともと会社員だった時からですね、独立を、えー、視野に入れてビジネスコンサルタントの先生の会員制に入ってました。で個別っていうのが直接リアルじゃなくて音声での返答っていう個別はありましたけれどもね。ただ自分の内容にアップデートはできていたんですよ。これは 当時は皆さんやってなかったし、お金がかかるからと皆さんやらないことでした。だけれども、今考えると、やはりそこできちんと基礎を学んでいたので、ほぼ失敗っていうか、あの残念な現象になったことはありますけど、私はそれは失敗と思ってはいないんですが、あの予約がね、止まったらゼロになったのを一回だけ経験してますけれども、それもちゃんと先生と一緒に事象を 読み解き、そうならないような対処方法をその後やってます。ということは、このアップデートと調整を繰り返せるかどうかっていうのがビジネスの成長の速度の違いだよねってすごく思ってます。でこれは私自身が実際にそう感じているし私は何か新しいことをやりたいそれがきっと自分の次のビジネスと成長にいいなと思ったらもう迷わずその自分が信じた専門家 の人の講座を受けたり、セッションを受けたりして、そこにお金を投資してます。はい。で、大体私の場合習ったものの5倍回収っていうのを目指してやって、大体ほぼできてます。5倍回収。5倍以上とかね、10倍とかいうのもありますけれど。だから、あの、今後の時代に関しては、あの、もう一人で考えてやってどうにか立ち打ちできるレベルじゃないなっていうのは時代の波で感じてます。 なので、あなたのビジネスのナビはちゃんと更新できてますかって言ってます。で、この更新っていう言葉も、まあまあ結構大事なんですよ。つまり、私の車が古かった車についてたナビでは、そのじゃあこの車線はこういう風になっててとか、その表示が出る瞬間もタイミングが遅かったりとかですね。 運転しやすいナビじゃなかったんですよ、前のナビ。だから、今のナビになって運転しやすいと思ったんですよ。ということは、あなたの成長度合いに合わせて、学ぶべき内容を、まあ、そのアップデートをどうしていくのかっていうのは、やっぱり並走型の方がいいんですよ。つまり、コンサルタントの存在があった方がいいです。で、これ誤解がないように言いますけど、私がコンサルタントだから、 私の売りり込みをしたくてて言っいるわけではありません、はい、私の方もあの人数が限られてるので誰それ構わずあのコンサルセッションはできるわけではないのであの皆さんの考え方の方針としてそういった並走型で成長に合わせた、えー、課題を指し示してくれるあなたにとって相性のいい優秀なナビゲーションイコールコンサルタント。 は多分必要と思いいましたこれからの時代においてでそのコンサルタントをつけていない、まあ、企業塾とかでもいいんですけどみんなで一斉に学ぶのでも構わないんですがアップデートが必要ですつまり1回じゃ例えば30万とか50万払ったからといってその中での学びをしっかり形にしてそしてその後また頑張っていくっていうその状況を作れない限りはあの追いつかないんですよ。 だから多分ある程度その並走型でやっているようなものでアップデートし続ける自分の姿を後押ししてくれるなという人と組むのがいいです、はい、でちなみにうちのメンバーはアップデートし続けているし私もアップデートし続けています。 つまり私の伝えることができる知識が増えてるから皆さんに最新情報と世の中の動くべき状態を伝えているんですよねだから売り上げが上がり続けるっていう現象を作ることができていますで最新情報を手に入れるためには当然投資とお金を払ってますでそれを皆さんに分配している知識を分配しているっていうのが、まあ、私の循環っていうやり方なんですけどだからナビが センターの情報を受けて更新し続けているナビを使う方が皆さんの失敗の確率少ないですよね変な道迷っちゃう確率少ないですよね結局いい場所行きたい場所に早く効率的に到着できる可能性が高いんですよ優秀なナビの方がだからここをやはりね今後の時代においてはあの結構真剣に考えてほしいなというふうに思いました 自分がたまたまナビ,ナビを、ね、扱ってやっぱり最新のナビはいいな楽だなしかも更新され続けるっていうことはいろんな新しい情報とかが、ね、次々に入っていくわけですよ目的地の近くにねあの車だからやっぱ駐車場を探すっていう手間があるじゃないですかでそうすると、 付近、付近駐車場とか、付近コンビニとかなんかそういうね、あれをやると、ピッてやると、付近の駐車場、ボボボボって出てきて、その中の、なんか一番近そうなとこ、ここかなって言って、そこにセットアップしていくっていうことができると、あの、非常に探す手間、ぐる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 、前探してましたまず目的地に行って、<laughs> ここら辺あるかな、駐車場とか言って、まあ、あの、スマホでね、見たものと連動させても構わないんですけど、大きい画面で見る方が、こう、ちなみで行けるので、 いいじゃないですか。だからやっぱり新しいものをアップデートしてちゃんと上手に使いこなすっていうのはとても大事なことだなというふうに感じました。で、それはビジネスも一緒です。だからナビゲーションが古かったりしたらやっぱりすごい使いにくくてあの時間のロスになったりそういうことを考えると果たして そういったものにお金を払うのはもったいないですかっていう話なんですよ。私、あの出だしの頃お金きつかったですよ。稼げてない時。それでもコンサルの先生にはお金を払い続けてます。だってそれによって知らない知恵をですね、次々にいただいて実践すればいいわけですから。で、その払う金額よりも実践によって稼げる金額がこう、こういう感じで、ここのね、幅が 変わってくれば全然余裕で払えるようになるんですよで、余裕で払えるようになるとまた新しい知識を入れることができるのでもっと加速度的に売上が上がっていくんですよだからその最初お金をケチるとあの結構時間かかってうまくいかないですだいたいそれはもう何,何千人見てきてわかった結果ですはいだからあの今自分でなんとか頑張ってっていうことを考えている 方方いいいいいららっっっしゃったたそのの考え方古でですすていうのを言いたいんです <laughs> あの成功の早道はプロフェッショナルの知恵を借りて早くそれを自分の体に取り入れたものを実践で回していくことこれがもうね絶対的に早道です私自身がそうしてきてそうなってるし私のクライアントさんも早い人ほどうまくいくからです。 でそれぐらい世の中のアップデートの情報が目まぐるしく変わってるから自分一人の知恵レベルではどうしようもなくなってきてるっていう感じです、はい、だからあのガラパーコス化しちゃだめですよで私はちなみに専門家的な人と大体常時34人とは毎月お話をし続けてます、はい、それによってアップデート情報を手に入れてるんですけれども だからそれがデフロルトになれば当然その、ね、自分も保つどころか加速度的にあの売り上げもそうだし必ずしも私売り上げ再注視してませんからねあの人生の楽しみのために仕事はあるっていうか、まあ、仕事は私好きだから別に大丈夫なんですけれどもあの時間を作ることができると好きな人と会って好きなとこに行ってっていう時にお金使えるじゃないですか。 だからあのナビゲーションって大事よねっていう話が今日のお話でしたはいではまとめていきたいと思いますあなたのビジネスのナビゲーションはちゃんと更新できていますか成功の早道の考え方まず1つ目今の時代は自己流でどうにかなるほど時代が複雑で優しくないですだから 自分でどうにかなるっていう時間を無駄だと思う方は早く専門家と相談をしてそれがコンサルタントでも構いません自分の道を見極めてかつ実践のスピードを早めましょうこれが1点目ですもう1点目はその際に、えー、並走してくれて自分と相性がいい実践の現場で成果を上げ続けている人を選んだ方がいいと思っています、はい この2点がね、あの成功の早道の考え方になるかなと思いまして、本日はその件をお伝えしました。はい、ぜひご参考にしてください。それでは。